カルディで台湾フェスみたいなのやってたからいっぱい買ってきた。今回一番買ったのは元、これ混ぜたら簡単にできますみたいなのをいっぱい買ってきたので、それから見せていきます。まずこれめっちゃ美味しい、日本にもね売ってるお店いっぱいあるけど、台湾フランドフライド台湾フライドチキンの素。まあジーパイだね、ジーパイ。あ、でもここにはチーパイって書いてある。チーパイ、チーパイの素です。お肉をこの中に入ってるのとぐちゃぐちゃ混ぜたらできるらしい。まずこれが一つ目。二つ目、シェントウジャンのもの。これはよくわからないけど、豆乳ので美味しそう。温めた豆乳を注ぐだけだって、めっちゃ簡単。美味しそうなのでこれも買いました。三つ目、チョンヨンビン。これ全く読めないけど下にカタカナ書いてあるから助かる。チョンヨンビン、これはネギだね。ネギのお好み焼きみたいな感じかな、見た目的には。これとネギを混ぜて両面焼いてできるやつです。もちって書いてあるね、ちょっともちもちしてるかな。3つ目はこれでした。4つ目、大根餅の素。これが一番簡単、水を入れて混ぜて焼くだけ。大根餅ね、現地で食べたことあるけどめっちゃ美味しい。でもね、この大根も餅も自体も美味しいけどね、かかってたトロトロのタレも美味しかったから、それは自分で作ろうかな。5つ目、豆醤ジーターメン。麺系だね、麺系。茹でて豆乳をレンジで温めてタレと混ぜて超ハオチって書いてある。これも豆乳です。なんか豆乳ブーム来てるのかな、なんか結構豆乳に惹かれたんだよね。この後また豆乳出てくるけど。5つ目でした。6個目、パイグータンはレンジで。これは大根とかスペアリブをこの中に入れてレンジでチンしたらできるんだって。やばくない？そんな簡単な料理あるって感じだよね。いや、これ一番楽しみかも。美味しそう。レンジで8分、簡単。もう写真だけで美味しそう、楽しみ。これで簡単に作れるキット系は終わりです。無印のもさ、この前買ったからさ、やばい、うちの家食べ物には一時困らない。あ、でもこれはね、このジーパイにねつけて食べようと思ってたんだけど、台湾スパイスソルトっていうね、なんか日本とは違うんだよね、スパイスの入っためっちゃ美味しいソルトがかかってるの。日本のジーパイにはかかってない、ただなんかチキン揚げたって感じなんだけど、台湾で食べるジーパイはなんか美味しいね、ちょっとピリ辛だな、美味しいソルトが乗ってるんで、多分それがこれかなと思ってこれも買ってきた。これ欲しいなと思ってたんだよ、私の好きな味のやつだといいな。じゃじゃん、これはね、思い出した、これはね、なんか小麦粉の生地みたいなのにチョコレートが入ってるやつなんだけど、めっちゃ美味しいの。日本にもありそうなお菓子の味なんだけど、 なんだろう、なんか結構シュワッみたいな感じの、ちょっと固めの生地に固まったチョコレートクリームが入ってるみたいな。台湾のなんかゲームみたいな商品でもらった時にこれの小さい版食べてめっちゃ美味しくて、はあ売ってると思って、これのなんかもう一個違う味版も売ってたんだけど、私はこっちにしました。あ、思い出した、ミルク版は売ってたけど、ミルクはそんな好きじゃないから、チョコレート味のこのなんかパフパフしたやつにしました。あー、めっちゃ大容量で嬉しい。多分台湾で結構馴染みのあるお菓子なのかな。次は
冷凍系です。ルーローパン、冷凍のところにあったルーローパン。これどうやって食べるんだろう。加熱してお食べください。電子レンジ袋から出してラップをかけずに耐熱皿に乗せ600ワットで1分10秒チンするだけ。オーブントースターの場合はパリッとする具合に加熱、1200ワットで2分。いいね。私本当はこれさ、胡椒餅かと思って買ったんだよね。違った？よく見たら違ったんだよ。胡椒餅はね、ここにねごまとかいっぱい乗ってるけど違った。え、どこにあったんだろう胡椒餅。まあいいや、これは食べたことない。胡椒餅は現地で食べたことある。これは食べたことないから、ルーローパンです。初挑戦しよう。黒豆の豆乳のジュース、飲み物、飲料、ジャックソイって書いてあるね。美味しそう。なんかちょっと甘いらしい。あと2種類ぐらい豆乳の種類あったけど、これが一番美味しそうと思って。コーヒー牛乳みたいな感じかなって。飲み物系も買った。入れ物が可愛いよね。開け方がなんか独特らしくて、シーラーの開け方って結構独特な開け方らしい。台湾の商品、これで最後です。じゃじゃん、黒松コーラ、ヘイソンシャースだったかな。さっき一応調べたんだけど黒松コーラです。これね、なんか結構有名で、湿布の味がするコーラみたいな言われてるんだよ。現地でね飲んだことあるんだけど、まさかカルディにも売ってるとはと思って、久しぶりに飲もうかなと思ってまた買いました。本当にね、湿布みたいな味する。好み、好き好み分かれるかもだけど、私はこれのね塩味があるんで、塩入りはね美味しかったかも。これは多分塩入ってないじゃないかな。でもこれも美味しいよ。湿布の味がするっていうのはちょっと分かるけどさあ次は番外編です。カルディでね、ずっと買いたいなと思ってたものがあって、ちょっとほんとこれは台湾とは関係ないんだけど、これ馬だれ、サラダの馬だれ、うまいらしくて、これが馬らしくて気になってたの。サラダね、シーザーサラダが私一番好きなんだけど、シーザーってなんか結局サラダ食べてる意味ないんじゃないみたいな、カロリー高いじゃん。だからこの、でもこれも結構油下に溜まってたけど、まあ、うまいらしいので、これも買ってみました。いろんなそのスーパーで見つけて探しても全然売ってなくて、多分本当にカルディにしか売ってないか、限定されたところにしか売ってないの。美味しかったらいいな。サラダいっぱい食べて健康的になりたい。あともう一個番外編が、クロワッサン冷凍です。これ買った時に見つけたんだけど、私クロワッサン大好きで、アマゾンでまとめ買いしたことあるぐらい好きなんだけど、このクロワッサンをホットプレートで挟んで食べるのが大好きなの。蜂蜜かけて食べるのが。でカルディのはね絶対美味しいと思って買ってみた。チョコレート味とかもあればよかったけど、ノーマルのやつにしました。絶対美味しい。でもうちの冷凍庫もパンパン早く食べないとということで、こんな感じでカルディの台湾フェスカッコプラスアルファ買ったものたちです。全部で3000ちょっとぐらいだったかな。こんだけ買ってね、3000ちょっとな、まあお買い得かな本当はもう一個ね、台湾のクッキー缶みたいな、めっちゃ可愛いクッキー缶みたいなのがあって、それもね買いたくて探したんだけど売ってなかった。カルディなんか結構ね可愛い食器とかも売ってるの。私はでも食器とかはもうね一人暮らしだからいいやと思って、あ、ジーマタンユエンっていうのがあってね、この中のこれもね美味しいよ。私もう普通にそのアジア屋さんみたいな、アジアのもの売ってる屋さんでタンユエン買うんだけど大好き。ごまもあるしピーナッツもあるけど、私はピーナッツ、いやミックスが好きかな。あるからもう買わなかった、冷蔵庫に常備してるから。豆腐あったんだよね、豆腐は食べたかったな。これじゃなくて、あったあったあった、
レトロかわいいクッキー缶っていう、これこれがね欲しかったんだけど、これは売り切れだったのかな、多分なくて諦めたので、今回の勝ち取ったものたちはこんな感じです。あれちょっとさ、右が映ってない、ここら辺かこんな感じでした。ぜひなくならないうちに皆さんもカルディ行ってみてください。あとカルディの生ハムおすすめですぜひぜひ行ってみてね。バイバイ。